アルビレックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは、本間紫音です。まあ、チームが勝てたことが一番だと思いますし、まあ、自分が点取れたんで、まあ、結果もついてきて本当にいい試合だったなっていうふうに自分では思います。ボールを保持して相手の陣地に押し込んでくるサッカーをすると思うんで、まあ、積極的にプレスをかけて自分たちも負けずにボールを保持して積極的に行きたいと思います。新潟に勝ち点3を持ってくるので期待していてください。頑張ります。新型ウイルスのため明日も超厳戒態勢での試合となりますが、新潟の皆さんに勝利のいいニュースを届けるために全力で頑張ってきます。ぜひダゾン観戦やアルビオンラインスタジアムで僕たちの応援を送ってください。明日も勝ちましょう。